マガブン、漫画バラエティチャンネル。皆さんこんにちは。マガブン漫画バラエティチャンネルです。動画が面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ということで今回は、単行本未収録の激ヤバサイコパス短編を紹介。単行本未収録ってことはそれ相応にやべえってことでいいのか。まあいろんな事情はありつつだけどこの作品がめちゃくちゃヤバいのは間違いないね。過去に紹介された単行本未収録系はとことんヤバかったもんな。作品の系統はどういうやつなんだ。今回の作品はサイコホラーに属する短編だね。胸クソに転んでもうつに転んでも美味しいマガゾン視聴者大好物の作品なのは間違いなさそうだな。さっさと作品を教えてくれや。それじゃあ行くよ。マガゾン漫画バラエティチャンネル。今回紹介するのはひこち咲也先生の彼岸の人という作品。本作は少年エース増刊サイコエースという雑誌に掲載されていたんだけど短編だったこともありこれまでは読む方法がなかった作品なんだ。そんな昔の雑誌に載ってた短編なら今だって読む手段ねえだろうよ。そこは太田出版様のおかげで読めるんだよね。一体どういうことだぜ。太田出版のサービスで漫画シングルスというものがあるんだ。読み切り短編漫画の多くは単行本収録されずに終わってしまうよね。確かにどんだけ面白くてもその作者の他の発表作とかの都合で運が良ければ収録されるかも程度だもんな。そんな収録の日の目を浴びなかった名作短編を電子書籍として復活させるのがこの漫画シングルスというサービスなんだ。漫画好きに良好のサービスじゃねえか。しかもその全てが100円で読めるのがヤバいんだよね。過去マガゾンの紹介で最も多くの人が読んだ真夜中のパラノイアスターもこのサービスによって読めたんだよね。つまり今回紹介する作品も100円で読める厳選された隠れた激ヤバ短編ってことなんだ。何がどう転んでも読む価値あるじゃねえか。それで今回紹介する彼岸の人ってのはどんな作品なんだぜ。16人連続殺人を犯した主人公が取り調べ室で淡々と語る自らの過去はまさかの衝撃の内容だったんだ。それがラストにわかる衝撃のラストの部分か。そうではなくて男が語った最初の事件はまさかの小学生の時だったと言い出すんだ。生まれ持ったクソサイコ野郎だったってことなのかよ。作品のテーマとしては、罪とは何か、犯罪者とは何なのか、こういった部分に深く切り込んだ作品だよ。単純なサイコホラーじゃなくて深さもあるタイプなわけだな。しかもそれが短編でまとまっていて傑作の太鼓判好きならもうこの時点で読むしかねえじゃねえか。それじゃあここからはもう少し詳しい作品のあらすじや内容を紹介していくね。よろしく頼むぜ。マガトン、漫画バラエティチャンネル。ここからはあらすじや魅力を紹介するにあたって少しネタバレが含まれるから未読の人は注意してね。概要欄に本作をお得に読めるリンクを貼ってあるからこれ以上情報を入れたくない人はそこで読んできてね。それじゃあ行くよ。本作の始まりは連続事件の犯人である寒川和彦の事件を担当するベテラン刑事が取り調べに悩んでいるところから始まるよ。あまりにも凄惨な事件を担当していることから食事もまともに喉を通らなくなってしまっているんだ。まあ事件現場も大量に見ているわけだしそりゃ食事も喉を通らねえのもよくわかるよな。そして今回の事件の容疑者である寒川はひょうひょうとした表情で取り乱す様子も全くなく取り調べを受けるんだ。被害者は女性ばかりでその容疑の認否を確認すると寒川は抵抗の一つも見せずに罪を認めるんだよね。被害者が女性ばっかりだったのはなんか理由があるのか。女の人は柔らかいからってことらしいよ。サイコ感出してるけどこいつただの変態なんじゃねえのか。まあ一応テレクラをターゲット集めに利用していたから必然そんな風になったという感じらしいけどね。そもそも寒川はなんでそんな強行に至ったんだよ。寒川という男は街でこじんまりしたレストランを経営していたんだ。ほぼ一人で切り盛りしながらも料理は美味しく近所の人たちにも評判の人気店だったんだよ。かなり順風満帆そうじゃねえか。なんでそんな充実したやつがこんなめちゃくちゃなことするんだよ。同じようなことを刑事が寒川に聞くと突然饒舌に話し出したんだ。首の後ろに急所があってそこを針で刺すと人が死ぬんですよと言い出したんだよね。そんなことで本当にそうなっちまうのか。寒川もそう思って試したくなってしまったんだ。そして油断しきった女性の首元に針を突き刺すとガクガクと痙攣して動かなくなったんだ。
そんな達人みたいなことうまくいくのか。もちろん失敗することもあって、そういった時は後頭部を殴ったりしていたみたいだね。その方法に絶対的な美学を持っているというわけでもねえんだな。そんなことしたらごめんなさいで済まないから、ちゃんと最後までやったってことみたいだよ。その表となんかずれてる感じがサイコミを増やしてんだよなこいつ。てかなんでそんなことをこいつは知ってたんだよ。三沢は20年前のことを語り出すんだ。小学生の頃の同級生で可愛い女の子だったさやかちゃん。その子に寒川は恋心を抱いていたんだ。ある日家庭科の授業中にソーイングセットの針で前の席のさやかちゃんの首にちょっかいをかけていたんだよね。まあクソガキあるあるって感じだな。そしてそんなことをしている最中に事故が起こってしまったんだ。一体どんな事故なんだぜ。女の子が後ろにもたれかかってきて突き刺さってしまったんだ。そうすると女の子はぶっ倒れてしまって足をバタバタとさせて、そのうち動かなくなってしまったんだよね。なくなっちまったってわけか。大好きな女の子相手に事故を起こしてしまったことで、小学生の三沢は部屋に引きこもってしまうんだ。そんな生活を続けていたんだけど、それもずっとというわけもいかず、少しずつ家族と関わりを戻し始めたんだよね。そして夕食を家族で囲みながら、両親は何も悪くないし、ただの事故なんだから仕方ないと励ますんだ。まあ親の行動としては理解できるな。そして久しぶりに寒川は食事を口に運ぶんだけど、美味しいなと感じてしまったんだ。それは別に良かったじゃねえか。寒川は人を死なせてしまったのに美味しいと感じてしまったことに罪悪感を感じるんだ。そして学校に行ってみても周りは何事もなく生活を続けていたんだよね。まあいつまでもしんみりしているわけにはいかないからな。だんだん慣れてきて異常なことに何も感じなくなっていく人間の性質だよね。誰しもが持つ好奇心と慣れて麻痺していく感覚。この二つの人間特有の性質がえげつない事件に発展していくんだ。まあそうは言ってもすでに寒川は捕まっているわけだから解決してるんだし別にいいじゃねえか。この事件はそんな単純な連続事件ではないんだよ。ここから人間の狂気が見せられるんだけど、そこに関しては単行本未収録も納得のエグさだから紹介不可能だよ。結末もめちゃくちゃ不快感のある嫌な終わり方をするタイプの作品だから、気になった人は自分の目で確かめてほしいよ。なんて言ったって100円でさらに概要欄からだと30円くらいで読めるわけだしな。ちなみにたった40ページ程度の作品ではあるんだけど、この動画の中でも決定的な伏線部分を紹介しているからね。どこが伏線になっているのかも含めて読むとさらに面白いと思うよ。この動画中に伏線になりそうなとこなんかあったか。読めばあのシーンの意味が大きく変わってクソ気持ち悪くなるから、ぜひ自分の目で確かめてね。それじゃあ今回はこの辺で失礼するよ。それではまた。